世界政府にも加盟していません。侍という権威たちが強すぎて海軍も近寄れないのだとか。我ら国の本気一族と我らははるか昔より兄弟分。何が滅ぼうとも殺す責任仲間は恨んでよ。敵おでん様は海賊王ゴールディロジャーと共に 世界の秘密も知ったお方でござる。その四皇って誰のことだ。そいつの名は百獣のカイドウというとこだ。カイドウだと。指しである名だ。カイドウだろう。海空生きとし生ける全ての者たちの中で最強の生物と呼ばれるカイドウ。 場所を求める男の名は百獣のカイドウ。家臣である我ら全員の命を守り、おでん様は処刑されもした。我が国の将軍とカイゾウのカイドウの手によってパンカザードの研究所を壊してドフラミンゴを怒らせたような。 レスローザのスマイル工場を壊した次にぶち切れる男は四皇カイドウだ。我ら忍者海賊ミンク侍同盟、その目的は我が国の将軍および四皇カイドウの討伐でござる。麦わらの一味はこれまであらゆる奇跡を起こしてきた奴らだ。麦わらを倒せねえ。 何だってんだ。逃げたんだか笑ってんのか。ユースタスキャプテンキッド、教えてやれよ。世代のバカどもに。早く逃げる。俺たちがやってたのは海賊ごっこだったってよ。この場に足らも会いたい男が大勢よ。全力を集めて周りは元気にゃ。元白ひげ海賊団一番隊隊長、副長マルコ。 最高の戦争を始めようぜ。